忍者めぐまる。おはようございます、めぐまるです。はい、まだね、暗いです。今4度だって、超寒い。今日はまーさんと、あと前一緒に筑波山に登ったゆきさんと3人で群馬に行きます。とりあえずね、今まーさんとゆきさんと待ち合わせの場所に向かってます。寒いですけど、3人で楽しんでいきたいと思います。行ってきます。お、ここここ誰もいない。一番だ。着いた。ちょっと待ちたいと思います。よし、出発。ウェーイ。わあ、いい天気。死んでんだな、お金出して。あ、富士山が見えるよ、ほら。あ、ほんとだね。え、最高のお天気になりますね。ねえ、あ、混んでる。おう、出口。はい、浅間山が見える。目の前がそう。あれ、うん、あの高いやつだって。あ、8か、うん、あれに向かっていきます。ほーい。はーい、ゆきさんよろしく。はーい。なんかナビがよくわかんないけど、これちょっと今日はしげさんに負けない北海道的写真を撮るのが目標。イエーイすごいよな。しげさんに送ればいいんだな。北海道来たねーって。イエーイ、北海道って。卵いた。卵よ。大人の卵みたいな。すごいでかいじゃん。プリン屋さんかい。今日はキャベツでしょ。キャベツ。ムタリか。キャベツ。キャベツ。それはキャベツみたいな。わあ、綺麗。書いてあるよね。あるのかな。高いよ。すごい登ってきたね。すごい。あ、こっちがいいじゃんね。あ、本当だ。ここだ。ここがいいやん。あ、浅間山。あっちもいいんだけど。あそこいい、よくない？そこに行ってみよう。あ、車もう一個入ろう。入んない。入んないで。あ、ガタガタだ。わあ、すごいすごい。わあ。途中で止まっちゃったね。
こっちで止まっちゃダメで。うわあ、すごーい。すごーい。うわ、すごいよ。最高。北海道みたいな1枚目 OK。 OK。 森のマーケット。あ、本当だ。なんかこの辺もいろいろあるよね。かわいい。森のパン屋さん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいやん。どこに止める？ここ、ここでいい？うん。近いんだ。なんだこれ。なんだこれ。ね、うん。なんかずっとつながってた。傾斜があるからなんか転がしてくんだね、上から。キャベツだ。キャベツだ。嘘。うん。キャベツだよ。キャベツコロ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 。ここにもあるもんね、キャベツね。嘘、すごいね。そうだ。あ、これちょっと景色、ま、広がりそうな景色。すごいんじゃない？すごいでしょ、これ。広がりそうな気がする。はい、ドーンみたいな。すごい。最高。すごいね。ミートバイクに乗っててよかったと思うよ。ねー。あー、すごいね。ねー。あー、いいじゃん。ね、これ本当はね、みんなキャベツなの？これなんだろう。ねえ。すごい、ちょっと。すごいね。これ何？みんなキャベツだったら可愛いだろうね。夏場もだからまた楽しみね。え、おー、イエーイ、イエーイ、おーゆきさんがセロー乗ってるぜ。よいしょ。あ、軽いね。乗り出したと。ていうかね、なんかクラッチがね、ワイヤー切れてるぐらいの軽さ。あ、でもなんか楽。足を揃えて運転できてる感じがする。あ、薄いからね。
見た。これ。うん。人がいる。あ、結構いっぱいいるじゃん。ね。うん。おお、着いた。着いたぞ。松の丘に向かいます。向かいます。おー、いっぱい来た。イエーイ。なあ、なに、あそこから行けないの？あそこ、うん、お右です。あ、じゃあ行けた。だから大丈夫。イエーイ。イエイエイ。あ、ここ全部キャベツだったらすごいね。すごい。うん、ていうかここなんですけど。ここ？うん。これカラマツの丘？カラマツの丘。あれがカラマツなのか。そうそう。ああ、なるほどね。なんか北海道のそういう写真に似てるからだって。へえ。じゃあちょっと北海道の写真が撮れるか撮ってみよう。でもそのさ、なんつうの、その農作業車、うん、トラクター、うん、それがいるとまた可愛いね。いいやん、まあさーん、ちゃんとトラクターも入れて。かわいいよね。軽井沢でお茶したら帰ります。料金所？料金所、私らしくします。ポッケにお財布ある。ここなら2人店よ、こっち、ね、そういうわけじゃない。バイクは250円だって。ある、ある、ね、スイカならね、あるよ。スイカも使えないんだ、うん、多分現金オンリーだった、ね、この辺来るからね、もしかしたら有料道路通るかなと思ってスイカならポケットに入れてきたの。残念。はい、めぐさん。はい。この料金所ゴンドラなんですよね。ゴンドラなんだ。そう。本当だ、ね、かわいいでしょ。かわいい。本当よかった、楽しかったです。ありがとうございます。どうも。臨時とか書いてあるけど、臨時も満車なんだ。入っていいのかな。ね、かな、バイクならいいのかな。聞いてみよう。歩道に、うん、
あ中ね。え、どこ？その自転車のとこだって。今どけてるよお兄ちゃんが。一生懸命。チャリの間に止めるってこと？ここに止めとく？じゃあそこ。チャリ立つ。ケーキも美味しかった。美味しかったね。うん。じゃあこのまま軽井沢から高速乗って帰ります。はいはい。じゃあ今日の動画はここでおしまいにします。はい。また次の動画でお会いしましょう。うん。バイバーイ。